アリの飼育についてご紹介したいと思います。日本には、たくさんのアリの種類がいて、小さなアリ、こちらは、アメイロアリ、とても小さな、アリです。こちらは、中型のアリ、四つ星オオアリになります。黒くて腹部に、星模様があります。こちらは、日本最大種の一つ、胸赤オオアリになります。胸が赤いのが特徴です。アリは、集団で生活をする社会性昆虫で、アリの巣の中を観察することは、楽しく奥深い世界です。アリの飼育にチャレンジしてみましょう。こちらは黒山アリ、日本でよく見かけるアリの一つです。公園や開けた場所などで見ることができます。新しい女王アリはこれから卵を産んで、自分の巣を立ち上げていく、そういう段階です。女王アリを捕まえたら、乾燥で死んでしまうことを避けるために、こういった小さなケースなどに入れて、濡れたティッシュなどで湿度を保ってあげるようにしましょう。それでは、女王アリを飼育するために、女王アリに適した、飼育ケースを作っていきたいと思います。まずは、ケースを選ぶことから始めます。いろいろな、透明なケースが、用意してありますが、女王アリに適したものを選んでいくことが大事です。アリの頃に、働きアリなどが、誕生して大きくなった、段階に合わせて、ケースを用意してあげることがベターです。小さなケース、中ぐらい、大きなケース、女王に適したのは、どちらか、選んでいきましょう。あまり大きすぎるケースだと、女王のストレスになってしまうこともあるので、女王の体に合った小さなケースを、使っていくことがおすすめです。ですので今回はこちらの小さな、丸いケースを、選択しました。それでは、選んだケースにチューブを取り付けていきましょう。こちらは将来、餌場になるケースと、連結をしたり、次の大きなケースに引っ越しをさせる際に、チューブなどがついていると便利です。はい、穴を開けるために、電熱カッターや、専用のドリルなどを使って穴を開けていきます。もし電熱カッターの場合は、取り扱い、少し危ないので気をつけて行ってください。次に、加工したケースに石膏を敷いていきます。石膏を、敷いていく意味は、石膏の保水力、ケースの中に、湿度を保つために、石膏を敷いて、ケースを作っていきます。まずは石膏を敷くために、水をケースの中に、張っていきますので、先ほど開けたチューブから水が漏れないようにティッシュなどで栓をしていきます。
では、ここにまずは石膏を、入れていきます。石膏だけですとこのように、粉状のものになりますので、ここに、水を加えることで石膏がうまく、固まって、床のような状態になっていきます。はい、このように、水を入れた後に、少しこうケースを揺さぶってあげると、石膏がこう慣れて平らな床面になりますので、そのために振るっています。まあ、約15分から20分ほどで石膏が固まって綺麗な状態になります。このようにひっくり返して水を流しても石膏は流れません。で、先ほど揺すった影響で平らな床面になっています。あとはこちらを乾燥させたら出来上がりです。少し整えて綺麗に成形していきます。はい、では、できました。平らな石膏面、こちらで、給水ですね、水をキープすることが可能であるのと、上にちょうどいい、大きさの、巣のお部屋となりました。このようにチューブで、隣の部屋と行き来がすることができる、仕組みになっています。それでは、石膏が乾きました。まあ、乾かすのに、1日から2日ぐらい、かかります。で、一度乾燥させたら、また錠を入れるために少し、石膏に吸水をして、湿度を保てるように、準備を整えます。まあ、少し入れすぎたら、ティッシュなどでこのように水を、吸い取ってちょうどいい状態にしてあげましょう。はい、こちらで、水分が、しっかり保たれた、ケースが出来上がった形になります。では、早速、黒山周りの新錠を、こちらに、新しいケースを、プレゼントしたいと思います。では、チューブが、即席の、入れ物になりましたので、このチューブから、きちんとしたケースに移動してもらうために、このように、チューブにつないであげましょう。あとは、女王が自らケースの中に入ってくれるのを、待つような形になります。はい、では、女王が新しいケースの方に移動してくれました。自ら移動してくれましたので、元の、即席のチューブは外して、こちらの巣の、お部屋のみに、していきます。ここからはなるべく、女王アリを安静にしてあげて、卵が生まれていくのを、待つような形です。女王アリは、卵を産んで、働きアリが誕生するまでの間あまり餌を食べませんので、体力維持のために、最低限の、糖分、蜂蜜やメープルシロップなどを少量与えておくと、それで十分です。
はい、先ほどと同じ黒山アリの、こちらコロニー3年目の、飼育しているものになります。先ほどの1匹の女王アリから、このように、3年で、およそ150ほどでしょうか、の働きアリが生まれています。このように、コロニー、アリの家族が増えていくことを、成長を観察する、これができるのが、アリの観察の醍醐味です。今の時期、このようにアリを、新女王アリから飼育していくということにおすすめの、アリがこちらトビイロケアリという、種類になります。中型のアリで、働きアリはとても小さなアリです。で、おすすめの理由は、今結婚飛行といって、女王アリが地上に出てくる、ちょうど時期になりますので、時期はだいたい7月から8月にかけて、飛んでくるんですけれども、その際に、採集するチャンスが、あるというのと、あとは飼育がしやすい、とてもいいアリになりますので、こちらを使って、先ほどの飼育観察をしていくというのが、今の時期はおすすめかなと思います。また時期により、出てくるアリというのが変わってきますので、そちらに合わせていろんな種類、観察してあげるのが、面白いのではないでしょうか。今日は、新女王アリからの、アリの飼い方、それから飼育ケースの作り方を簡単にご紹介しました。とても奥深い魅力を持ったアリという昆虫、自由研究などにもすごくいい題材ではないかと思いますので、大人でも子供でものめり込めるアリですね。ぜひ飼育してみませんか。